二人に言葉で戦ってもらいたいんですよ。言葉で言葉で、要はえぇ、お前バカ野郎、いつも何で戦ってたの。そう、いつもまああるよ、なんかいつも殴り合い、いつも殴り合い、あるよ、違う、これちぃ、これ何の戦いやわかる、これちぃばり2みたいな、わかる、ちぃ、せーので1、え、チーバリさんとか一斉のでじゃないの、チーバリや、一斉のでチーバリや、チーバリ2やん、一斉の、一斉のでやん、なんでね、そんなん大阪だけやで、多分今やってくれたことをやってほしくて、それじゃないんだけど、あ、もう終わった、うん、ディベート動画を撮りたくて、ディベート動画、こうやり合いみたいな言葉での勝負というか、よよお前はよ、ラップラップ、こんな可愛くないの来て、それラップや、クリスマスじゃ、ぶつられたみたいな、可愛いと思って来てたけど、ね、失礼な女、いやお前のこの服の色、俺の家の昔のベランダに飾った偽物の草を踏み潰した時の色に似てる、もう汚くなったそのなんか引くやつ、そんなこと言うお前もこんな全然何も書かれてない帽子着て、書かれてるわ、見てみろここにマークある、バカ野郎これは何だっけ、トミヒルヒ、そう、それのブランドのやつ、しかもうちが選んだやつやんな、私が知ってるイベントじゃない、これ、私がこれ選んだやつ、選んだやつですってもうた、あー分かった、それ学校、小学校とかでやったんじゃん、やったやった、どっちも意見が一緒の場合はもう、うん、あえてどっちかが違う立場に立ってやり合うってことね、うん、民法改正によって、民法、民法、民法改正やめろや、民法改正によって2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わることになりました、はい、あ、そうなんだ、今年の4月に18歳、うん、19歳に達ししている方はその日から新成人になるってことは、18からお酒が飲めるって、うん、でもお酒とかタバコとか競馬とか競艇とかは20歳にならないとできない、ダメなの、選挙に行けんだね、じゃあそうそうそう、うん、ってことで大学生は大人なのかまだ子供なのか、いや大人だよ、セックスしたら大人だよだからセックスしたかしないかで成人年齢を決めたらいいんだよ、セックスしたかしてないかで成人年齢を決めたらいいんだよ、だから成人だよ、20は大人とするんだったら18は大人だと、なんなら16からでもいいんじゃないっていうぐらい、俺はね、感覚として、だから何をもって大人と見なすのか、価値観が問われるってことだよね、年齢だけで線引きしていいのか、成年と未成年が混在する大学生はどっちなのかっていう、でもそんなん言ったらさ、大学に行かんかった子はさ一生大人になれへんってことになるやんか大学行かへん子もおるからさ、別に大学っていうのはただのさ学歴やん、それって人生経験がどうのこうのっていうのはそれだけでは測れへんから、もうそれは一定の年齢で決めたらいいとは思うけど、うん、年齢で言うと確かに線引きはできるんだけど、簡単にね、でも俺は自分の中で大人になったわーって人生の中でどこで大人かって言ったら、そう、俺もそう、一人でカバン持って東京に出てきたんやけど、もう家とかもなかったのよ、その時はまだお家もない状態で東京出てきて、もうその時の不安葛藤、あれを乗り越えて初めて俺一人でやっていけるかなみたいな、いざっていう時にどうしようとかっていう乗り越えて初めて大人になった、自分で生きるっていうことができるようになったなと思って、誰かに頼ってとかじゃなくて、もう一人で支払いしてとかっていうので、う、うん、自分の生きるために必要なお金を自分で稼ぐことができるようになってからなんかな、じゃあそうなったら、まあ、自分の面倒を見るってことだよ ね、 そうだね、誰かに見てもらうんじゃなくて自分で自分のケツを受けたらって、まあ、ただそうは言っても例えば障害を持ってる方がいたりとか、うん、誰かの力を借りるといけないっていう人もいるから、それは人によってはそんなんでじゃあ一生大人じゃないんかって言ったら、そのどうしようもない状態の人とかっていうのはおるから、そういう人に関してはまた違うとは思うけど、働かんでもお金稼げてるんやったらいいで、お金って稼ぐ手段っていっぱいあるからな、だからある意味では両親が亡くなった時にもしかしたらまたもう一段階大人を感じるかもね、
俺父親が亡くなった時に、うん、今までずっとなんだかんだ、うん、一人で住んでたけど、なんか、うん、あれば市役所の話なんかだったり難しい、うん、相談はしよったから、うんうんうん、でその相談するお父さんはおらんくなって、その時に頼れる人おらへんなみたいな、お母さんはおるねんけど、お母さんはやっぱそういうの詳しくね、どっちかって言ってこっちがやらんとあかんから、そのタイミングでまた大人になったのを感じたかも。だから人間はね、死ぬまで大人じゃないかもよ。死ぬ時まで成長を続けるの。いいこと言う。どんどん、だって自分の子供ができたらまた違うかもしれん。子供がおる人からしたら、子供のおらへん私たちなんて、ああ、まだまだよって思うかもよ。ほんま人によって違うから、だから、もう18とかそこら辺で線引きしていいんちゃうかとは思う。もう人によって違うもんやから、将来になってもそれ。年齢で線引きするべきだって、ね。ディベートのお題は、はい、あそこが小指くらいしかない彼氏か、ちくわくらいの硬さしかない彼氏。ちょっとちくわの硬さってもうふにゃふにゃ。でももう俺ちくわや。ちょっとちくわ派やわそれ。ちくわの方がいい。小指は硬い。小指やけど硬い。だからじゃがりこみたいなもんよ。それか、でもでかいけどもうこんなんよ。だから。お前どんなテーマ用意してくれてんだよっていう。ほんま。じゃがりこ。ちなみにさっき言ったちくわ。これちくわ派やな、それやった。あれちゃんじゃがりこ。サイズの方が大事。として戦ってもらう感じで。あれちゃんじゃがいも？あれちゃんじゃがいも？じゃがりこじゃないよ。じゃがりこ。なんかじゃがりこってどんな人？一応本当にじゃがりこ派なんだね。まあじゃがりこ派な。小指を意識してんねんけど、だから太さはちゃんと、まあ、普通のおティーンで、ただあの長さがもう小指ぐらいしかない。対戦開始。でもじゃがりこやったらもう入れることはできるよ、うん、入れれるけど、うん、でもそのスポットまで届かんくない？そんなことないよ。だって普通に今グッズとかいろいろ進化してるし、ちょっとなんか突き出せばいいんだよ。グッズ使うのね。え、そんなん言うたら、そっちのグッズとかあるから。どんなグッズ？だからもうどんなグッズ？じゃがりこじゃないわ、ちくわちゃんは。え、だからそのもう入れるときはもう違うもうディルドとか入れたらいいし、なんか補助とかもあるかも。そもそもセックスっていうものを入れる入れられるでやっぱ判断するものではないと私は思いますね。でもそのパートナーがね、自分も思ってる、その例えばセックスしたいってなってて、どちらかがね、でどちらかがしたくないってなってても、うん、お互いなんか協力し合う、うんうんうん、したくなくてもじゃあそのちょっとできないけど、うん、なんか手伝ってあげるとかっていうのは自分はなんかもう絶対必要だと思ってる。だから一切しないのと、うん、じゃあなんかやってあげるとか触ってあげるよとかってやっぱ言われた方が、まあ、あとやっぱ口に加えた時に窒息することもできるし、うん、やっぱサイズでか、窒息してないのね、うん、だからそう、うん、そういうこともできるから、うん、こっちはもう窒息じゃなくてもうちゃんと全部をこうバーってやりたいから、あ、全部続くみたいな、うん、でもよく考えて、あ、反応してくれてるって、ちくわっていうのはある程度反応してるんで、立ってないのはもうこんなんやけど、ちくわやからふくらはぎにはなってるわけやから、違うそれ、一応反応はしてる姿で言ってたのは、そのちくわっていうのはもうふにゃふにゃってことやで、え、ちくわやからこうある程度半立ちやで、半立ち、ちくわやろ、半立ちやで、ちくわは半立ちやったらそんなもうこっちだってちくわがいいわよ。じゃあちくわじゃねえかよ。結論は手術。医療に頼る。ほんまにガチの話をすると、うん、もうめちゃくちゃクソイケメンで、めっちゃいい体しててドエロい感じで、じゃがりこでもええし、ちくわでもどっちでもええねんそれ、うん、うわうわって思うやつが、ちくわでもじゃがりこでもどっちでも嫌やねんけど、でも逆にさ、めっちゃ嫌だって思ってるやつがめっちゃ完璧な筋肉、いや無理無理でしょ、そう結局さ顔よ、顔ちゃう、顔と体、うん、好きあ、そう、好きって気持ち好きって気持ち、そう、そしたらもうどんなにもなんかなってても、もうそんなんもう手でもなんとでもなるってことやから、そういい結論、ユバーバ派かゼニーバ派か、ゼニーバだな、ユバーバだよ、ユバーバでしょ、ユバーバだよ、キャリアウーマンや、この働く女性の代表やん、時代にあってね、しかも赤ちゃんを一人で育てて、そうやで、シングルマザーでしかもキャリアウーマン、時代にあってね、そんなことを考えるの当たり前やん、最先端やん。
だってゼニーバーもね、そんなに自分でちゃんと家建てて。ゼニーバーなんか何やった、一人で家建てただけやろ。